転職活動では面接は避けて通れないですよね。でも面接は準備次第で内定獲得の可能性をぐんと上げることができるのです。転職面接で絶対準備するべき2つのポイントとは何か。皆さんこんにちは。脱炭素領域に特化した転職エージェントグリーンタレントハブの井口です。今回のテーマは転職面接で絶対準備するべき2つのポイントです。転職活動では面接は避けて通れないですよね。転職活動の中で面接に不安があったり、残念ながら面接で不採用になってしまった方いらっしゃるかと思います。うまく話せるのかどうか、想定外の質問をされたらどうしようなど、面接はいろいろ考えなければいけないことが多いですよね。でも面接は準備次第で内定獲得の可能性をぐんと上げることができるのです。むしろ面接は準備が全てと言っても過言ではありません。そこで今回の動画では転職エージェントの会社代表として日々多くの転職候補者の方やクライアント企業と会話している私が、転職面接で絶対に準備すべき2つのポイントを解説します。この動画を最後まで見れば、面接時にどんなことに気をつければいいのか具体的に分かるようになり、面接に臨む際の緊張を減らせるとともに、自分の魅力をしっかりと採用企業に伝えられるようになります。面接する側の考えや転職エージェント目線でもお話ししていきますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。なお、書類選考の際の職務経歴書の書き方についてはこちらの動画で解説していますので、合わせてご覧ください。このチャンネルでは転職エージェント代表の目線で転職や企業、ビジネスに関する様々な情報を発信しておりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録お願いします。グリーンタレントハブ。転職面接で絶対準備するべき2つのポイントとは何か、結論を先にお伝えします。スキルフィット、カルチャーフィット、これらの2つです。この2点をフィットすることを、あなたは短い面接の時間で効果的にアピールしなければなりません。それぞれのポイントについて解説していきます。スキルフィットを確認する質問として、代表的にはこのようなものがあります。これまでの職歴で最も大きな達成あるいは成果は何ですか。英語では What is your greatest accomplishment? もしくは What is the biggest or successful accomplishment? という質問が代表的です。それ以外ですと、職務経歴書に記載のある〇〇のプロジェクトについて詳しく教えていただけますかというような質問になる場合もあります。いわば転職版のガクチカに相当します。ガクチカって若い方はご存知の通りですけれども、学生時代に力を入れたこととかですね、あるいは学生時代に最も頑張ったことの略ですね。ただしですね、重要な点でガクチカとは異なります。それは転職面接ではジョブディスクリプションに対して内容をニートさせる必要があるんですね。学生時代の就職活動ではとにかく自分が頑張ったことをストーリー立てて話せば内容は何であれ良かったですけれども、転職活動では基本的にはポジションごとにジョブディスクリプション、すなわち職務記述書に基づいて採用が行われます。そのため入社後の職務内容ですとか、そのために備わっているべき採用要件ですとか、さらには人物像まで決まってるんですね。したがって自分がそのポジションで求められる即戦力であることを明確にアピールする必要があるんです。そのためには想定業務への高い解像度が必須になります。そのポジションのミッションは何で、そのミッション実現のための課題は何なのか、今チームメンバーに足りないものは何なのか、このあたりを知った上で選考対策の準備をする必要があります。最近はカジュアル面談を通じて業務詳細を教えてくれる機会も増えてきていますけれども、皆さんご存知の通り、カジュアル面談といってもこれ名ばかりでして、実は選考の一環である場合がほとんどなんですね。ですので、その時間内に自分自身がスキルフィットしてますよということをですね、明示的に伝えなければ次の機会がないんですね。当社のように業界やクライアントの業務内容に精通した転職エージェントは高い解像度でクライアント企業のポジションを理解していますので、書類選考対策はもちろん、面接対策も何をアピールするべきかをお伝えし、また候補者の方の壁打ち相手となることが可能です。自分自身が採用企業にスキルフィットしてますよということを効果的にアピールする伝え方があります。これはスター法です。スターというのはSTAR の頭文字を取ったものでして、 S シチュエーション、状況ですね。そして T タスク、課題、アクション、行動。そして R リザルト、結果です。このスターの順で説明すると、
聞き手である面接官にとってあなた自身の仕事の進め方をですね、具体的にイメージを共有することができて分かりやすい回答になります。さらにスタートークで盛り込むべき大事な要素についてお伝えします。まず具体的な数字や事実を挙げるということです。例えばこういった行動を通じて売上が 20% 増加した、業務効率が 10% 改善した、顧客満足度が 15% 向上した、 CPA を 30% 下げたといった具体的な指標を使うと説得力が増します。次に自身の貢献を明確にするです。仕事はチームで行うものですけれども、チームの成果の場合でも自分自身がどのような役割を果たしたのかを具体的に説明する必要があります。面接官の懸念としては、こんな大きな成果素晴らしいですけれども、これ本当にあなたがやったんですかですとか、他のチームメンバーとあなたの役割の違いが何なのかということを聞きたがります。ですので自分の貢献を明確にするということが大事です。そして3つ目、謙虚さを忘れないということです。全部自分がやりましたよということを強調しすぎると、これ自慢話に聞こえるんですね。ですので自分が一人でやったんではなくて、チームプレーであると、すなわちチームメンバーですとか上司のサポート、あるいは他の部署のサポートにも触れると、あ、この人はチームワークができる方なんだなということが明確に伝わります。そして4つ目、ポジションとの関連性を示すということです。結局あなたの行動、そしてその成果が今回の今応募している志望職種、すなわちポジションにどう活かせるのかということも研究した方がいいでしょう。結局そのつながりがわからないと、で、それってうちにどう役立つんですかっていうことになりかねないからですね。そして5つ目、学びや成長を強調するということです。あなたの過去の経験を通じてどういった教訓を得たのか、そしてどう成長できたのかといったことにもですね、言及すると、あ、この方の学びは再現性のあるものなんだなということで、それであれば新しい環境でも活かせそうだなということが面接官に伝わるようになります。でただですね、一方的な演説になってはいけませんので、最後の2つ、ポジションとの関連性を示す、そして学びや成長を強調するという点、これに関しては自分で伝えるというよりは面接担当者から聞かれたら答えるというぐらいがですね、自然でいいんじゃないかなと思います。そして次はですね、カルチャーフィットの方に移ります。面接担当者の視点に立った場合ですね、候補者が自社にカルチャーフィットしているかどうか、これを判断する基準って何だと思いますか？結論から言いますと、企業のバリューなんです。近年多くの企業が MVV、 すなわちミッション、ビジョン、バリューを策定しています。でこの V、 バリューとは企業が共有する価値観や、あるいはミッション、ビジョンを実現するための具体的な行動指針を表すものです。日常の業務を進める上で選択肢がいくつかあった時の判断基準、あるいは意思決定の拠り所となるものです。このバリューは適当に作られた場合というのもですね、まあ、なくはないんですけれども、基本的には社長を含む経営陣が合宿などを通じて、カンカンガクガクの議論を通じて作られた非常に重要なものになります。でそして作ったら終わりではなく、そのバリューを組織に浸透させるための絶え間ない努力が行われているんですね。ですのでバリューを軽んじてはいけませんし、いくらスキルがフィットしていたとしてもカルチャーフィットしなければ採用はされません。また万が一カルチャーフィットせずに採用されたとしても、入社後に仕事の進め方ですとか意思決定の仕方、あるいは会社の雰囲気、こういったものが自分自身の仕事の理想的な進め方と異なる可能性が高いです。その結果会社と自分が合わずに早期退職になってしまうリスクがあります。したがってカルチャーフィットは候補者と面接担当者お互いにとってしっかり見極める必要があります。バリューに沿った選考をする企業として有名なのはアマゾンさんですね。アマゾンはリーダーシッププリンシプルズというですね、全社員が大切にするべき行動指針をですね、複数、今16個に増えてるみたいですけれども、を掲げていまして、面接ではこのバリューの、この行動指針のいずれかの観点で質問が投げかけられます。ほとんどの企業の面接では、バリューを体現するエピソードを教えてくださいといった直接的な質問は投げかけられませんが、面接担当者は候補者との会話を通じてバリューに合致する人物なのかどうかということを常にチェックしています。したがってその企業のバリューに共感するという前提でですね、自分はこの企業のバリューの体現者であると、
ということを面接での会話の節々に盛り込むようにしましょう。注意点としてはあからさまに明示的に伝えてしまうと合わせに来てる感が出てしまいますので、そうではなくて暗示的に伝えて感じ取ってもらうというように伝えることがポイントです。そのため面接前には企業のホームページに書いてあるバリューを読んで、自分の話す内容にどう盛り込むか、用意しているエピソードがバリューからずれていないかということをですね、必ず準備して確認するようにしましょう。ということで今回転職面接で絶対準備するべき2つのポイントというテーマでお話ししました。今回お伝えした内容をまとめますと、企業は面接を通じて候補者が自社にスキルフィット、そしてカルチャーフィットしているかどうかを判断しているということです。そして候補者の方が取るべき対策としては、スキルフィットに関してそのポジションで求められる即戦力であることを明確にアピールする。そのためにジョブディスクリプションを熟読し、必要に応じて信頼できるエージェントに相談する。そして3つ目がスタッフを用いて効果的にアピールする。そしてカルチャーフィットの方ですと、企業のバリューを読みアピールする会話にその要素を盛り込むということでした。グリーンタレントハブ、今後もこのチャンネルでは転職エージェント代表の目線で転職や企業、ビジネスに関する様々な情報を発信していきますので、今回の内容が良かったと感じていただいた方はチャンネル登録、高評価をぜひお願いします。グリーンタレントハブは雑談と領域に特化した転職エージェントですが、雑談と領域は成長産業であり、多くのポジションで人材が不足しています。これまでのあなたのキャリアや経験が雑談と領域で大いに役立つことがありえますので、ぜひ可能性を模索するために無料相談にお越しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。